グルジア軍道グルジア軍道、グルジア語、サカートベイロスサムケイドロウジザ、ロシア語、ゼー、ベワイアのグラジーンスカイアドロが、オセット語、アーバイガミー・フェンディグ、英語、ジョージアンミリタリーロードは、コーカサス山脈を抜けて、グルジアからロシアへと向かう、幹線道路の歴史的名称である。山脈を横切る代替経路には、オセチア軍道や、トランスカムがある。 ウラジカフカスから国境までは、ロシア高速道路 A161 号。国境からトビリシまでは、ジョージア高速道路 S3 号のそれぞれ一部となっている。全面アスファルト舗装。グルジアの最高地点、十字架峠。写真は5月に撮影されたもの。グルジア軍道は、グルジアのトビリシとロシアのウラジカフカスを結び、時代を超えて侵略者や、 貿易省によって用いられてきた伝統的な経路をたどる。道は、ウラジカフカスから南方に伸びて、テレク渓谷に至るが、途中ロシア・グルジア国境のダリエル・ゴルジュを通過する。それから、南西に向かって、前方頭上に、カズベクサンと丘の上のゲルメティサイン一体境界を確認して、グルジアのクヘビ地方を通り、軍道の最高地点である十字架峠に到達する。 峠を越えて間もなくの地点に、ロシアングルジア友好のモニュメントという巨大なコンクリート製のモニュメントがあり、1983年、両国の間で結ばれた1783年のギオルギエフスク条約200周年を記念して作られたものである。道路はそれから南東方向に進路を変え、テトリアラグビ川に沿って、ムティウレティを通って、パサナウリの町へ通り、 そして真南に向かう。そして、中世の城塞である穴塗りの下を通った後、手取りアラグビ川の広い氾濫源を横断し、降り立ったところが、ちょうど、グルジア北部のコトムツヘタで、そこで、グルジアの幹線東西高速道路と合流する。見かけ上、グルジア軍道は、厳密には、倉川上岸まで続き、飛び入りし近郊に至る。旅行案内所。 ベデカーロシア1914年版には、グルジア軍道を、世界で最も美しい山岳道路の一つと、記している。その事実は、この出版と同じ頃すでに、フランスコーカサス自動車旅行協会、モーターオムニバスの項に見え、そこには、4月15日から10月15日にかけては、旅行時間10時間との記載がある。軍道はいくつかの有名な小説、特に、 現代の英雄と十二の椅子や大プリニウスの著作に見られる。このルートは1769年の帝政ロシアのトートレーベン将軍による対トルコ戦役の時に初めて軍事的利用がなされた。1783年10月、パーベルポチョムキンは8頭の馬が引く馬車を飛びり島で運行可能となる、両道路改良のために800人を送った。 グルジア軍道の今現在の姿は1799年のロシア軍によって始まったのであり、それに先立つギオルギエフスク条約によって100年以上の長きに渡って続いたペルシアの総主権が打ち捨てられたためであった。グルジア軍道のロシアによる統制は、コーカサス戦争の拠点を西側ではロシアチェルケス戦争に、東側ではムリードスーフィズムとに分けた。 クルジア王国が公式にロシア帝国に併合された1801年以降、ツァーリのアレクサンドル一世は、アレクセイ・ピョートルビチ・イルモロフ将軍を、コーカサス駐在ロシア軍の司令長官に任じ、部隊の移動と通信を容易にするために、道路表面の改良工事を命じた。イルモロフが1817年に工事終了を発表したとき、高速道路は、 ロシアのサンプロン峠という評判であった。しかし、工事は1863年まで継続し、総額400万ポンドを要した。ジェームズ・ブライスの1876年の著作によれは2車線、3車線道路と、急流をまたぐ鉄橋における、道路品質の高さは、当時のロシアにおいて、ほとんどまともな道が事実上存在しなかったことを、 考え合わせると驚異的である。グルジア軍道はザカフカース地方の経済発展とロシアチェルケス戦争において重要な役割を果たした。グルジア軍道を北に向かうグルジア軍道を通過する経路は近年ロシアジョージア観光通においては土砂崩れなどの自然災害によってその重要性が減退している。特にロシアによる2006年の国境閉鎖は 決定的であった。しかし2013年以来、ロシアはアルメニア共和国からの要求の結果、国境線を再び開くことを最終的に合意した。道路は再び利用されるようになり、主としてアルメニアロシア間のトレーラー、貨物自動車輸送の重要な動脈となっている。とは言い場所によって様々な制限は残った。特に、ジョージア市民に対する制限は多い。ただ、 2013年にはロシア側の国境代表はインテルファクス通信に対し約3万人がラルスのチェックポイントを通過したと語っている。2015年現在、ジョージア側の終点は明らかにロシアへの入国が認められてジョージアを通過する車両のため一定の時間の長さを必要とし、そのため頻繁に渋滞する。ありがとうございます。